この時間はクリック365為替情報のコーナーです。お電話がつながっています。お話はインバスト証券投資情報室チーフテクニカルアナリストの山口哲也さんです。山口さん、よろしくお願いします。はい、今日は電話でよろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。どうでしょうか。若干円高っぽく112円台に入ってきたんですが、この背景ってのはどういうふうに考えればよろしいんでしょうか。そうですね、ちょっとこう、まあ、これまで円高方向に行った中で、今日はあの年度末でもありますし、年末でもありますので、はい、そういったところで、中値に向けてこうドル買いが、ドル買い需要があったような形にもなるかと思います。若干季節よ、期末要因的なものも入ってきているということですか。で、特に昨日なんかも、結構こうアメリカの強い経済指標なんかも、ありましたので、GDP にしろ失業、失業検出的件数はそれほどでもなかったけども、GDP も良かったですし、あとはそのあれですね、要人発言なんかも、利上げ前向きな話が多かったですから、そういったところの中でこう、ドル円は買われているというところかと思います。3月15日の FOMC が終わった声明の中では、どちらかというと利上げを示唆しながらも内容的にはハト派的な雰囲気があったんですが、今山口さんご指摘のように、例えばニューヨークのダドリー総裁あたりなども、かなり前向けな形で利上げに対してちょっと一歩進んだアクセントをつけてきたなという感じで、それもやはりどうでしょうか、今回のドル高円安には貢献しているという感じなんでしょうか。そうだと思いますね。なるほど、はい。ただその中でどうでしょう、基本的には110円の11銭という、3月の27日とりあえずの円高つけたんですが、そこから比べると確かに円安っぽくは来てるんですけど、このままずるずるって言い方おかしいですね、このままスムーズにいってくれるもんなんでしょうか。ですね、長期の観点で考えれば、年末とかですね、そういうような観点で言えば、トレンド自体は上昇トレンドで推移しておりますので、円安の方向ということですね、円安方向に行くんではないかなとは思ってるんですけども、短期的な観点で、考えた場合、もう少し、短期って言っても中期の方がいいかな、去年の年末からですね、ドルが売られるような形になってはいるわけですけども、ドル円に関しては確かに売られてはいるんですが、それほどドル自体が幅広い通貨に対して売られてるっていう中で、ドル円に関してはですね、そんなに別にその円がこう強すぎるっていうわけではないわけですね。これトランプ大統領 の、その選挙の日から考えたときには、それでもやっぱりドル円に関しては円安水準になるわけですけども、その他の通貨っていう、その他の通貨っていうのは、選挙後の値段よりも高くなっている通貨の方が多いんですよね。なるほど。ちょっと画面上に出したいと思って、例えばどの通貨を見ればよろしいでしょうか、分かりやすいところでは。ですね、例えば、そうですね、メキシコであったりとかですね、ちょっと出ませんね、これ。そういう新興国の通貨ですね、主には。そうですね、壁を作るっていうふうに言われていながら、一時はこう、メキシコペースは上がったわけですけども、安くなったわけですけども、だけどそれからどんどんこうペスト高になってしまって、一番こう買われている通貨なわけですね。今山口さんご指摘のように、この新興国の株式市場ってこうやけに強いんですよね。お金も逃げていないんですよね。そうですね、そういった形で結構通貨が買われているっていうのもあるので、高くなっていく要因、通貨の買いと合わせてっていうところもあるんじゃないかなと思うんですけども、あとですね、逆にこうなんていうんですか、売られすぎに近い状態というのが、その例えばトルコだったりですね。トルコリラね、今度国民投票があるわけですけども、これでそのエルドアン大統領権限の強化をありかなしかっていうことでしたよね、確か。そうですね、これ強くなった場合に、
例えばそのメルケル首相にですね、ちょっとこう暴言を吐いたりもされてるわけですよね、ナチスのようだみたいな話もしてるわけですからも、そういったこう、まあ、トルコリラとかが、これから、まあ、どういう形になっていくのかっていうことで言うと、特にアメリカ利上げを続けていくっていう中で、非常にちょっとこう不安定なのかな、で同じその高金利通貨クリック365でも扱っている高金利通貨っていう観点から言えば、結構こう、まあ、強いのが、南アフリカランドなんです。ランドがねこのところしっかりなってきてますわね、ちょっとまたあの確かにしっかりしてたんですけども、あのまたドマ大統領がですね、あの財務大臣を更迭するとかですね、そういう話もありまして、若干こう、ランドも、下がるところもあったりするんですけども、直近ではね、でもそれでもやっぱり、強いと、でしかも年をにかけてまた利上げをする可能性が高いわけですね、アメリカが利上げをしてるんで仕方ないっていうところがあるんですけども、なので、まあ、そういった形で新興国でも強い通貨弱い通貨、二極化が見られているというところかなと思ってます、なるほど、はい、そして肝心のユーロについてはどうでしょう。そうですね、ユーロはこれからおよびポンドですね。そうですね、ユーロやポンドに関してはやはりブリグジットであったりとか政治的リスク、それから、まあ、ギリシャ問題だとかね、これからまたどん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 、特に4月はフランスの大統領選1回目がありますんでですね、まあ、もしかしたら1回目で過半数超えちゃうなんていうこともありえなくはないわけですよね。わからないですけども、これはまさかルペンのことを教えてるわけじゃないですか。そうです。そうなんですか、はいはい、まあ、結局1回目2回目っていう形で、はい、2回目に結局決選投票っていう形でいくイメージになるんでしょうけれども、まあ、1回目の段階で、マクロンさんと、ルペンさんというのが1、2、まあ、分け合って、まあ、2人での決選投票っていうのが今の読み筋ではありますね。そうですね、そういう形になってくるんではないかなと思うんですけども、4月っていうのはそういった政治リスクも結構多いですから、ちょっとこうユーロに関してはトレンド的にもちょうどですね、その今の、1.09 ぐらいのこの前高値でつけそうだったところですよね、はいはいはい、ここら辺のところが上値抵抗になってきてはいますので、あ、そうですね、ちょうど200日のところですね。そうなんですよ、そうなんです、なので、まあ、トレンドラインなんか引いていただいてもですね、長期のトレンドラインなんか引いていただいてもちょうどここら辺になってくるんですけど、ここら辺が結構高値の水準になるのかなとは思ってます、あ、確かにそうですね。ちょっとトレンドライン引いてみましょうか、ちょっと出ませんね。まあ、確かにこの感じですね。 上値をずっと切り上げてきてるって感じですから、はいはい、こういう感じですね、はいはい、なるほどね。これをだから、まあ、上抜いてくるかどうかっていうのは、まあ、確かに一つのポイントにはなりそうですね。そうですね、ただどうでしょうかね、このユーロについても景況感からいくとアメリカも今回の GDP を見ても大変いいですし、ユーロも決して悪くはないしということ で、はい、でね、このあたりの綱引きにはなりそうな感じありますね。そうですね、なので、まあ、基本的な観点から言うと、金利動向から言えばそのユーロ売りドル買いに向きやすいんですけども、普通はね、ところがその景況感の観点から、まあ、結構前からですねパリティに向かう向かうというふうなイメージで言われている、ね、はいはい、ユーロなんですけども、結局は それほど下がらないと、ユーロ圏の景気物価動向なんかを見ながらそれほど下がらないっていうのが、まあ、今の状況なのかなというところかと思います。もともとこれ1対1で取引が始まったわけじゃありませんでしたから、なかなか そういう感じにはなりませんわね。そうですね、あとどうでしょうか、ヤンコさんからご覧になってちょっと注目しておいた方がいいのかなっていうのは、まあ、黒線でも結構ですから、何か通貨ございますか。そうですね、先ほどお伝えしたんですけども、新興国、さっきお伝えした、ね、トルコリラと、それから南アランド、南アランド、はい、
確かにまあこの新興国フラジャイルファイルとかって言われるような国々の通貨っていうのは、うん、アメリカの金利が上がってくるとこう売られやすい通貨ではあるんですけども、うんうん、特にまあトルコはちょっと微妙かなとは思ってます。でも南アフリカランドはですね、うん、まあ、やっぱりレバレッジを低めにしていただいて、うん、長期で保有するっていう観点から言うと、まあ、面白い通貨なのかなっていうのが実は、うん、これ実体験でもありまして、うんうん、ちょうど先日10年前の友人と会ったんですけども、その友人がちょうどトルコうちの会社で働いてたんですよ。で、辞めてからトルコリラポジション持ってるんですけど、もう3万通貨ぐらいしか、30万か、30万通貨ぐらいしか持ってないですけど、もうプラスになってるんですよね。おお、なるほど。だから5年10年スパンでそういった高金利通貨の、うん、レバレッジ低めでの運用っていうのは、うん、資産運用っていう観点から、うん、非常に有効なんじゃないかなとは思ってるんですけど。わかりました、はい、山本さんありがとうございました。とんでもないです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。インバスト証券の山口哲也さんにお話を伺いました、うん、クリック365為替情報のコーナーをお送りしました。